はい、皆さん、毎度毎度。パーマかけたら髪の毛から変な匂いがする。濡れるとよくね、匂いが出てくる。つので、乾くと止まるんだけどね、これ、システアミンっていうパーマ剤じゃない疑いがあるね。はい、キラキラちゃんね。コメント返しね。あの、髪の毛のね、変な匂いっていうのはね、もしシステアミンだったらね、これ賛否両論なんだよね、お客様ね。気にしない人もいるしね、もう臭くて臭くてたまらないっていうの濡れた状態で匂いが出てくるとね。そういうこと考えたらね、いいお客さんもいる。ダメなお客さんもいる。だ 洗った後匂いが出にくい医薬部外品のチオグリコール酸のあの宿毛強制剤使った方が無なんだよねもしねシステアミンっていうね宿毛強制剤だったらって宿毛強制剤とは書いてないんだよねストレート剤って書いてあるんだよね最近のね使ったことないけどかなりレベル上がったかもしんないけどそれでもね半永久的にストレートを維持する商品だとは歌ってはいけないんだよね 薬事法的に言ってね、もしシステアミンを使ってて、宿毛強制と言った場合は、有料5人だが有意5人情報とね、まあ、 悪く言えば、まあ、いくらでも悪く言えるからね。でシステアミンのね、あの、痛み方って半端じゃないんだよね。本当に溶けるんだよね。まあ、昔ね、巻物パーマとかで使ったことあるけどね、あの、染めてる人なんか本当に、ね、簡単に溶けちゃうんだよね。あの、強めのシステアミン使ったりするとね。キラキラちゃんは染めてるのかなでアホ毛でしょ染めてなくてもやっぱり溶けちまうんかなまあ、自分はね、あの、システアミンね、手はまず荒れるってことだよね。そんで、 愛して癖が伸びないでその日は伸びてんだよ、癖がね。でも一回シャンプーするたんびに取れてて、2週間ぐらいで大体癖が戻っちゃうっていうのウェーブバック起こしちゃうっていうのだからあんまり好きじゃねえから使ってないんだけどね。黒髪の方がね、一回でもね、あの、システアミンっていうんでね、施術されるとね、巻物パーマでもストレートでもね、もう2ヶ月経ってきた時にほんのり匂いでね、髪の毛が濡れた時点でね、あの、 強くあの普通のシクモ共生剤つけちゃうとにいなると分かんなくなっちゃうけどね、そのシクモ共生剤つける前にね、ほんのりにってね、ああ、前回これ、あれやられたなってんでね、染めてる方の場合は、匂いが比較的ね、毛染めかなんかの液響で取れるのが早いっていうの、だからデジタルパーマかける人って大体毛染めしてるじゃない、そういうのシステアミンでやった場合、意外と匂いが取れやすいっちゅうの、まあ具体的には自分もね、システアミンなんかあんま使わないからなんとも言えないけどね、あんまりシステアミンは使わない方がいいね。 キラキラちゃんさ、その26歳の美容師さんの指さ、血だらけじゃなかった <laughs> 本当にね、個人的にはシステアミン撲滅したい。本当に。システアミンを、美容師の指を本当に荒らす。本当にね、システアミンはね、美容業界から消えてもらいたい。あの本当に手を悪くするからああ。ただメーカーは売れるから売ってるだけで、美容師の手のことなんか何も考えてないような気がするね。それこそ手が荒れるんだったら手袋しろよってね。で、日本の美容師さんは手袋する習慣っていうのがないからね。 <laughs> あまあなるべくシステムミンってのはこの世から消えてもらいたいけどねはいお疲れ様でした。